本国際賞は毎年選定される2つの分野から科学技術の進歩に大きく寄与し、人類の繁栄と平和に著しく貢献したと認められた人に与えられる賞で、今年で第3回目を迎えました。第1回は情報通信分野からピアース博士とバイオテクノロジー分野の勝入博士の2人。第2回は材料工学分野からタンブル博士と医療技術分野のコルフ博士の2人が選ばれています。そして第3回、1987年は生物改良とエレクトロオプティクスの2つの分野が対象とされ、外国人412名、日本人98名の候補者を含む510件もの推薦書が世界各地から寄せられました。この多くの候補者の中から、それぞれの分野の部会ごとでの審査、そして審査委員会での厳正な審議の上、受賞者が選ばれたのです。ご異議ございませんでしょうか。それでは決定いたします。どうもありがとうございました。この結果、生物改良分野では熱帯亜熱帯地方に向く稲の品種改良を行い、発展途上国の稲の増産を可能にし、いわゆる緑の革命として貧苦と飢餓にさらされていたアジアの人々に大きな貢献を果たした米国のヘンリー・ M ・ビーチェル博士と、インド国籍でフィリピンの国際稲研究所で研究活動に当たっているグルデブ・ S ・クッシュ博士の共同受賞が決定いたしました。またエレクトロオプティクス分野では、世界で初めてレーザー発信の実現に成功し、自然科学の分野をはじめ医療、計測、通信情報技術分野で大きな貢献を果たした米国のセオドア H ・メイマン博士が日本国際賞の受賞に輝いたのです。受賞式は4月13日、国立劇場で皇太子、同妃殿下、並びに各界から1004名の出席者を得、厳かに、しかも盛大に行われました。科学技術財団は、科学技術の進歩によって人類の繁栄と福祉が増進され、その繁栄と福祉がひいて世界の安全と平和に寄与することを確信し、かつ念願するものであります。本年度の受賞対象分野は生物改良とエレクトロオプティクスであります。この分野は約3ヶ月間にわたりまして、
財団において検討せられまして、昨年1月にこの分野が決定されたのでございます。受賞者には国際科学技術財団松下幸之助会長より賞状、賞杯、賞金5000万円が贈られました。受賞後、サン博士は受賞の喜びを、そしてこの栄誉を祝して皇太子殿下からご祝辞を賜りました。Imperial Highnesses, Crown Prince Akihito and Princess Mashito, His Excellency, Prime Minister Nakasomi, Dr. Yokoto and Mr. Matsuita, Chairman and President, respectively, of the Science and Technology Foundation of Japan, Dr. Yoshiki, Chairman of the Japan Prize Selection Committee, and all other distinguished guests.名誉ある賞をいただき、身に余る声にを言います。皆さん、本当にありがとうございました。It's an extreme pleasure to be here today. Certainly a ultra special day in my life.ここに三博士の業績に対し深く敬意を表したいと思います。近年科学技術の進歩には目覚ましいものがありますが、これを人類全体の幸福のために用いるよう常に心していかなければなりません。厳かな受賞式に引き続き、華やかな祝宴がホテルニューオータニで開かれました。では受賞者の業績をたたえ、ビーチェル、クッシュ、両博士が開発した IR 酒によるオリエンタルライスをメニューの一品に加え、メーマン博士の研究にちなみレーザーショーも上演され、三博士をはじめ出席された方々にも大好評で、宴を一層華やかに盛り上げました。この受賞式、祝宴を中心に、国際科学技術財団では前後1週間を日本国際賞週間と称し、数々の行事が行われました。東京の朝日ホールでは一般の多数参加を得て、三博士がそれぞれの研究について発表、
学術懇談会に出席して日本の第一線科学者との科学談義に花を咲かせました。また天皇陛下謁見、中曽根総理大臣、鈴木都知事、日本学術会議、日本学士院などを訪問、科学親善外交にも大役を果たしました。このようなハードなスケジュールの合間に一緒に来日したご家族とともに温暖な春の一時を江戸情緒の残る浅草を見物、リラックスした時を過ごされました。日程を終えた三博士は京都に向かわれ、国立京都国際会館での講演会、学術懇談会、荒巻府知事、今川市長訪問などの公式行事を終え、新緑の古都見物を楽しまれました。第3回を迎えた日本国際賞は国内はもちろんのこと、海外からも高い関心が寄せられ、数多くの賞賛を得ています。科学者の緻密な研究が私たちの生活に多くの潤いと豊かさをもたらしてくれます。日本国際賞はこのような研究に携わる全ての科学者に与えられる賞でもあるのです。今回の受賞者である三博士よりそれぞれの研究について、そして財団の川村理事より日本国際賞についてのメッセージをいただきました。 Japan has been extremely important in the advances of technology. At the institute where we work, when it was organized, we depended very heavily on Japan forknowledge, and also Japan scientists served at the Institute, as well as we relied on them heavily, working collaboratively with Japan in throughout this work. And Japan is still a leader in rice research around the world. Use the prize money in helping some of the needy people. I hope to establish some scholarships for the needy children. I want to help this small school in India where I was educated, give some support for building a program or establish some scholarship. Of course, I want to use part of the money for the education of my own children. It's been my privilege to be able to meet some of the top Japanese scientists in my field on the occasion of the academic debate in Tokyo and again here in Kyoto. And I was very impressed with the work that they are doing, and I hope to have some communication with them in the future.21世紀はまさに科学技術の時代になると思います。この科学技術の進行をより進めていくために、今まで科学技術の進展に貢献のあった方々を顕彰することによって、今日の繁栄を築いた日本の、また平和国家日本の私たちの義務であり、またこれが使命であると考えるわけでございます。この実行機関としていたしまして、財団法人国際科学技術財団ができているわけでございまして、今回の第3回の行事が終わったと同時に、また来年のための第4回の選考の仕事をすぐ始めていくわけでございます。
まあ、このようなことによりまして、将来は東の日本国際賞、西のノーベル賞というような世界的にも権威のある賞に育てていきたいと思っておりますし、そのような努力を重ねていきたいと思っております。財団はすでに次の選考に向かって活動を開始しています。私たちは日本国際賞が世界の科学技術の発展に役立ち、すべての人々が平和で安心して生活していける国際社会を築いていくことに貢献できることが願いであり、21世紀に生きる人々へのメッセージであると確信しています。